セルゲイ・ユリエビチ・ウィッテ1915年3月13日は、帝政ロシア末期の政治家。セルギウス・ウィッテの名でも知られ、生は、ウィッテとも表記される。鉄道会社勤務から政界に登用された、異色の経歴を持ち、ロシア帝国運輸通信大臣、大倉大臣、大臣委員会議長を歴任し、1905年10月20日には、初のロシア帝国首相となって、 ロシア初の憲法となる1906年のロシア帝国国家基本法の設計者の一人となった。蔵床としては金本位制の採用やシュベリア鉄道をはじめとする鉄道建設などによりロシアの工業化に貢献した。日本や新国との外交交渉でも活躍し、日露戦争の講和交渉にはロシア側全権として当たり、日本側の外務大臣、 小村寿太郎と折衝を重ね、ポーツマス条約成立により、白爵の借位を得た。彼の表した、回想録、ウィッテ白回想記は、ロシア激動の時代の資料として重要である。イギリスの歴史家、オーランド・ファイジズは彼について、1890年代の偉大な財政改革大臣であり、ニコライ2世の初大臣中最も賢明な一人で、あって、また、 1905年における、ロシアの審議会制度の生みの親であると叙述している。1849年6月29日、ロシア帝国の領土で、カフカス総督府の置かれた、グルジアのチフリスに生まれた。ウィッテは、自分の先祖について、スウェーデン人が、まだ支配者であった時のバルト諸県に定住した、オランダ人家族から出たとだけ述べており、バルト帝国時代に、オランダから、 バルト海沿岸に移り住んできた移民の子孫である。バルトドイツ人はピョートル一世以来優れた人物を輩出してきたが、彼もまた間接的にはそれに連なる人物であった。セルゲイ・ウィッテの父ジュリアス・クリストフ・ハインリヒゲオルク・ウィッテ・ワルター派のバルトドイツ人でドルパート大学とドイツの大学に学んで技術官としてロシア政府の勤務に就いた人物である。彼は上司である サラトフ県知事の娘で、ロシア貴族出身のエカテリーナ・ファデーエワと結婚する際、ロシア政教に改修した。ジュリアスは、ロシア有数の大都会であった、プスコフで、騎士団員となったが、管理としてサラトフ、続いて、チフリスへと移り住み、セルゲイは、母、エカテリーナの両親の下で育った。母方の祖父は、サラトフ県知事で、 カフカス数密院議員のアンドレイ・ミハイロビッチ・ファデーエフであり、祖母は名門貴族、ドルゴルーコフ家出身で、博物学者でもあったエレナ・パブロブナ・ドルゴルーコバ、皇女であった。セルゲイは5人兄弟で、ボリス、アレクサンドルという2人の兄とオールが、ソフィアの2人の姉妹がいた。なお、オカルティストとして知られるエレナ・ペトローブナ・ブラマーツカヤは、 アンドレファデーエフとヘレナ・ドルゴルーコバ工場を共通の祖父母とする重視でセルゲイ・ウィッテの大学時代に交流があった。セルゲイ・ウィッテの性敵は彼をドイツ人と師団することがあったが、それはしばしば彼のこういった出自に対する誤った理解に基づいていた。セルゲイ・ウィッテセルゲイ・ウィッテは16歳までチフリスで育った。彼はチフリスのギムナジウムで学んだが、 学問よりも音楽やフェンシング、乗馬に興味を示す生徒であった。彼はモルドバのキシネフでギムナジウムの上級を終了した。1865年、兄のボリスはウクライナのオデッサにある帝国のボロシア大学の法学科に進んだ。セルゲイは翌1866年に同大学の物理、数学科に進み、1870年トップの成績で卒業した。 ウィッテは当初、理論数学の教授になることを目指しており、研究者の道に進むつもりであったが、周囲からは、数学研究者は、貴族や上流社会出身者になじまない進路であると考えられており、彼の親戚からも良い顔をされなかった。そうしたとき、彼はたまたま叔父の知人であった、運輸通信大臣のウラジーミル・アレクセイエビチ、ボブリンスク伯爵から、研究者の道ではなく、 鉄道分野での実績を積むよう説得された。ウィッテは、ウクライナ鉄道の事業について実践的な理解を得るため、白爵の指示で、オデッサ鉄道で6ヶ月間のインターンシップを行った。様々な部署でのトレーニングを行い、訓練期間の終了時に、事務所の主任を任された。給料は、大学教授よりも良かった。1871年7月1日、彼は、 公務員の職に就いた。切符販売に始まった、ウィッテの鉄道業務は20年に及び、その中で経営者として、頭角を表していった。彼は、オデッサ港の整備に意を払った。1875年の末、オデッサ鉄道のティリガルで、列車が大破し、多くの人命が失われる事故が起こり、それによりウィッテは逮捕され、一旦禁庫4ヶ月の刑に処せられた。 しかし、裁判は長引き、その中でウィッテは、来たるべき、ロト戦争における兵員と、軍事資材の輸送について、最大限に力を尽くすことを、鉄道側に指示する強い意志を示した。これが、ニコライ・ニコライ・エビチ元帥の耳に留まって、元帥の要請で処分は、金庫2週間に限刑された。ウィッテは昼は、ロシアの鉄道事業研究のための特別。 高等委員会の一員として働き、夜だけ高知所で暮らすという生活を一時送った。釈放された、彼は列車運行の遅延を克服するために奮闘し、ダブルシフトオペレーションという新システムを考案した。1877年4月11日、ウィッテは公務員の職を離れた。生涯の伴侶となった妻マチルダカールブラ撮影。1879年、ウィッテは 首都サンクトペテルブルクでの役職を引き受け、そこで最初の妻ナジェージだと出会った。翌年、彼はウクライナの中心都市キエーフに転居した。彼が1883年に発表した鉄道運賃の原理という著作は注目された。この論文は社会問題について、また君主制の役割についても論じ、政府部内で好評を博した。 1886年、彼は、キエフに拠点を置く、ロシア西南鉄道という民間会社の経営者を任され、この時のリ率と収益性を大いに高めたことはよく知られている。この頃、ウィッテは皇帝アレクサンドル三世と会っており、彼は皇帝の乗るおし列車が高速運行のために2台の強力な貨物機関車を使用する皇帝周辺の観光に対し、 その危険性を警告した。そのため、皇帝の側近との間には、圧力が生じたが、果たして1888年10月に起こったボルキ列車事故で、彼の警告は証明されたのであった。ウィッテは、その後、オデッサ鉄道運輸局長職を務め、さらに同職にあった時、運輸通信省の国営鉄道管理局長に抜擢された。1889年、彼は、 国民貯蓄とフリードリヒリストという論文を発表し、ドイツ歴史学派の経済学者、フリードリヒリストの学説に基づいて輸入品に正当な関税を課し、外国との競争から国内産業を守り、それを強化しなければならないと主張した。ウィッテはドイツにおいてリストの政策を実行したのがオットー・ォンビス・マルクだと考えており、ロシアはツァーリの権威に、 その工業の創出、農業と人口の急速な成長、要するに一切の商業上の意義を追っているというリストの言葉を特に好んだ。同年、彼は大倉大臣のイワン・ビシネグラツキーにより大倉省の鉄道事業局長に迎えられ、1891年までその職を務めた。ウィッテ東洋を講演したのは皇帝アレクサンドル三世であった。ウィッテは 小規模な鉄道事業の4分の1未満が州の直接管理下にあることが非効率を招いているとし、鉄道事業の国家独占を図り、鉄道路線の拡張と鉄道事業の統制を推進した。ウィッテはまた、政治的なコネや親類演者からの支援が幅を利かせる人事ではなく、業績や雇用から人事効果を行う権限を獲得した。鉄道建設に、 意欲的な皇帝アレクサンドルは1882年に全長8 0 0 0トルに及ぶシュベリア鉄道の建設計画を決定していた。しかし、膨大な建設経費がこの計画の実現を妨げていた。この計画の目的は当初ヨーロッパ・ロシアの人口中密状態の改善ということにあったが、やがて、新国におけるイギリスやドイツの勢力への対抗という動機が加わり、 さらに19世紀末には、満州地域の新国人人口の急増に対して、既有の領土を防衛するために必要だと考えられるようになっていた。1890年、ウィッテの最初の妻、ナジェージナが死去している。1891年、ロシアでは、新しい関税法が可決され、20世紀初頭まで保護、貿易主義の中で、ロシアの工業化が進展した。一方、 この年は、シベリア鉄道の工事に着手した年でもあった。ウィッテは、ロシアの工業化に尽力するとともに、それを担う実践的な科学、技術教育の普及のために努力した。1892年、ウィッテは、劇場で知り合った女性、マチルダ・イワノブナリ・サネビッチに好意を寄せるようになり、ギャンブルグルイの夫と離婚して、自分と結婚するよう求めた。マチルダは、 既婚者だったというばかりではなく回収ユダヤ人でもあったので、二人の結婚は当時のロシア社会にあってはスキャンダルに他ならず、ウィッテは上流貴族との社交を犠牲にしなければならなかったが、皇帝アレクサンドルは彼を守った。シベリア鉄道の建設交代子ニコライによるシベリア鉄道起工式シベリア鉄道の計画が実行に移されたのは、 アレクサンドル三世の計画決定から9年後の1891年のことであった。アレクサンドル三世は、この年の5月、ロシア皇太子ニコライをシベリア鉄道の起工式に参加させた。皇帝は皇太子を鉄道建設に結びつけることによって、その建設を確実なものにしなければならないと考えたのであった。アレクサンドル三世は、セルゲイウィッテを、 1892年2月には運輸通信大臣に任じて鉄道建設に当たらせ、ロシアの鉄道網の統制権と関税改革に関する権限等を与えた。これについては、ロシアの鉄道はおそらく世界で最も経済的に運営されている鉄道であろうとの評価がある。鉄道による利益は極めて高く政府に対し年間1億ルーブル以上を計上している。 皇帝はさらに、半年後の1892年8月、それまで均衡財政を重視して、鉄道建設に難色を示してきたイワン、ビシネグラツキー増殖を更迭し、ウィッテをその公認に据えた。ロシアでは、1905年まで産業と商取引に関する案件は、大倉省の管轄するところであったが、ウィッテは1903年までの11年間増殖の地位にあった。 彼は以降予算、財政、通貨の最高責任者として海外貿易、関税、国内交易、産業をその管理下に置いた。ウィッテは皇帝アレクサンドルに対して10年間でロシアをヨーロッパの経済大国にすることを約束した。ウィッテが増床となってまず取り組んだのはシュベリア鉄道建設である。彼は シベリア鉄道をヨーロッパとアジア的東方との交通の方向における変革、諸国家間の経済関係の根本的変革をもたらすものとして捉え、ロシアはアジアに近い大生産者、消費者として変革からの利益を大いに受けるものと考えた。ウィッテはシベリア鉄道事業推進のため、シベリア鉄道特別委員会を設置し、この委員会の議長には、 ウィッテの提案に基づいて直命によって、皇太子ニコライが任命された。これは、他の大臣たちとの接触をスムーズに進める上で、大きな権限を持ち、鉄道布設に関わる立法さえ可能であった。しかし、皇帝の後ろ盾がありながらも、このような組織が必要であったということ自体、シベリア鉄道建設には、様々な混乱が伴っていたことを意味している。莫大なコストや難工事も、 さることながら、地主貴族を中心に根強い抵抗が繰り返されたが、その理由は、鉄道によって東方への移民が容易になれば、ヨーロッパ・ロシアの地価が下がるというものであった。ウィッテは、1892年11月に、工事計画の全体像を提案したが、これはまさに国家プロジェクトと評すべき、大事業であった。ウィッテは、鉄道建設に際して、 産業人材のための教育システムの構築を主張し、特に商業を担う人材の学校の開設を唱えた。その結果、創立された学校も実際に存在している。鉄道建設事業には、建設自体が工業分野での需要を生み出し、ロシアの工業化を大きく進展させる効果があった。シベリア鉄道は5フィート間隔の工期で建設された。日本とイギリスが、 朝鮮半島や中国大陸に建設した鉄道で採用されたゲージは4フィート8.5インチの標準機であり、この相違は後にロシアと日英両国との間に極東におけるそれぞれの勢力範囲をめぐる圧力を弱気することとなった。1894年、口述するように彼はドイツ帝国との10年間の商業協定をロシアに有利な条件で締結した。 ウィッテを取り立てたロシア皇帝アレクサンドル3世は1894年11月1日、成去した。皇帝は死の床で息子の皇太子にコライに最も有能な大臣であるウィッテの言葉によく耳を傾けるよう言い残している。ウィッテの経済政策シベリア鉄道の薄利川での建設風景、ウィリアム・ヘンリー・ジャクソン撮影シベリア鉄道は国営鉄道であり、 鉄道建設を国家資金で作るには歳入を増大させなければならなかった。ウィッテは、四縮するイリストの学説の影響を受けて、国家が市場に積極的に介入する経済政策を採用し、1893年6月の4県での酒栓売制の導入、1894年9月の外税の75%引き上げなどによって、 財政改革を行って、歳入を増やす一方、保護関税政策の採用を進めた。外債の募集もフランスにおいて、積極的に行われた。民間企業にも、外資導入が奨励された。ウィッテは新皇帝ニコライ2世に対し、現状では、国内資本が欠乏しており、防衛準備の強化や、鉄道発展のためには巨額な資金が必要となる、ことを訴え、 過小なロシア国民の貯蓄をそこに回す余裕はないので、フランス資本を中心とする外資の積極導入を図るべきであるとの意見も開陳して、これを実行した。ウィッテにとって、外国資本はロシアに不足している資本、知識、それに企業意欲を与えるものとされ、ロシアの国民文化にも好影響を及ぼすと期待されたのである。 1899年発行のボルーブル金貨、ウィッテはまた外資導入のため通貨改革を1897年より開始し、金本位制を確立してルーブル紙幣の金への自由な交換を導入した。1897年1月、ウィッテは皇帝隣席の元財務委員会を開いて新しい金貨の鋳造開始を決定し、8月の直令によってロシア国立銀行が 発見銀行の役割を与えられ、金保有量の2倍を限度として、打艦紙幣を発行した。この平成改革により、為替相場の安定がもたらされ、外資流入に公的な環境が作られ、投資活動が活発化して外貨が大量に増加した。20世紀初頭の段階で、ロシア経済への外国投資は、全投融資の4割に達し、 ドイツ、フランス、イギリスの企業が資本を投下していた。ウィッテが主導した、こうした国家資本主義的な経済メカニズムのことをウィッテ体制と呼ぶ。ウィッテは、増唱就任後、早々にドイツとの通商関係の処理に取り組んだ。ドイツは、1891年のロシアの交換税政策に対して不満の意を表明しており、1893年、 最恵国上官に基づく協定関税を与えるのと引き換えにドイツにも最恵国待遇を与え77品目について関税を大幅に引き下げよう求めた。ウィッテはこれに対し情報し得ることは少ないとしてロシアに特恵関税を適用しないのであれば1891年関税をさらに上回る交換税を適用するとの対抗措置を講じた。これは 独路双方で交互に関税を引き上げる貿易戦争に発展した。しかし、これによって両国とも打撃を受けたため、双方が歩み寄って妥協が成立し、1894年2月、独路通商条約が結ばれた。この条約は、ロシアがドイツに穀物を輸出し、ドイツがロシアに機械類器具を輸出するという安定的な経済関係の構築につながった。こうして、 東方へ向けた巨大鉄道の建設については概ね資金をフランスが機械をドイツが担うという形で進行することとなった。比較的停滞していた数年間の後、ウィッテを中心に1893年に再開された鉄道建設が経済成長の権威役となった。1895年から1899年の間に、 鉄道号は年平均 3000km 以上、その後の5年間で年平均 2000km も付接、延伸され、とりわけシベリア鉄道の建設は重要であった。1890年代の新線建設は国営鉄道 12,800km、市営鉄道は 9,600km に及んだ。鉄道建設は鉄鉱石や石炭、 木材その他の資源並びに重機械工業製品の生産を促進し、国民経済の各産業分野が発展した。ロシアの先鉄生産量は1890年代の10年間に3倍となり、1900年にはフランスとオーストリア・ハンガリーを抜いて世界第4位となった。なお、交換製品のうち鉄道のレールは90年代初頭の 約60%から1899年には約45%へと低下し、鉄工業は鉄道需要から次第に自立する傾向を示している。石炭産業も南部のドンバスを中心に急速に成長し、採掘量は90年代を通じて3倍に急増し、外国資本による新会社が次々に作られた。石油産業の成長は一層顕著で、 爆雨油田を中心に石油生産は世界の半分を占めるに至った。この時期のロシアの重工業製品生産は2.3倍増となって工業成長率は当時世界最高水準の都市8.1%に及んだ。ただし国民一人当たりの生産量に計算し直すと、熟鉄、石炭、いずれも西欧諸国にはなお遠く及ばない水準に留まっていた。 とはいえ、この間の軽工業の進展も著しかったので、1887年に約131万人であった、ロシアの全産業労働者数は1897年には約210万人へと増加している。1900年まで製造業の成長は、それ以前の5年間の成長の4倍に達し、それ以前の10年間では6倍もの成長速度を実現し、 工業製品の対外貿易額はベルギーのそれにほぼ相当した。ウィッテは健全財政の確立に努め、信用制度の改善やヨーロッパの経済機構との連携を進め、各種増税の一方では近代化に資することのない国家歳出はすべて削減した。また、1897年に企業の労働時間を制限する法律を制定し、1898年には、 商業税と産業税の改革を行った。一方、農業分野では改革が遅れたため、農民の全員人口に占める濃度の割合は増加した。彼は農業問題特別審議会を設置し、自ら同審議会の責任者として土地改革案を作成した。農村共同体における集団責任の廃止と農民の帝国外部への 最低重の促進に関わる議論は3連に及び、これは後にピョートルストルイピン時代の土地改革の基礎になったと言われている。ういては従来の農村共同体が伝統的な農民一揆の温床となっており、かつ近年過激さを増す一方であったことを憂慮して、こうした共同体を解体して一揆の連鎖を立ち、個人主義的な農業を打ち立てなければならないと考え、 土地割り替え廃止の方針を立てたが、彼の改革は、なお不徹底さを残していた。ウィッテは、ロシア経済の近代化を保持するため、農村産業の必要性に関わる特別会議を招集し、主催した。この会議は、将来の改革のための推奨事項を提供し、それらの改革を正当化しうるデータをまとめるための、ものであった。なお、1902年4月、 ウィッテの支持者であるドミトリー・シッピアーギン内務大臣が銃で暗殺されている。ウィッテの性敵であったビャチェスラフ・プレーベ・ウィッテは政治的には外国からの投資をロシアに呼び込むために新しい状況に現実的に応じある程度の先制権力の抑制をも視野に置いていた。基本的にウィッテは自身が尊敬するコンスタンチン・ポベドのス・ェフと同様皇帝先制政治を施行していたが 保守主義者であると同時に、現実的、科学的な合理主義者でもあった。即位当初は、ニコライ二世も、ウィッテラ諸大臣の助言と忠告に従っていたが、あくまで王権真珠説を報ずる、ニコライ自身やその側近とは、次第に祖語をきたすようになった。そして、東アジア情勢が混迷を極め、諸大臣の意見が分かれるようになると、皇帝ニコライは、ウィッテの意見を採用せず、 冒険主義的な意見を傾聴するようになっていった。ウィッテは、ロシアの工業化は経済のみならず政治上の課題でもあるとみなしていた。工業化は、第一に社会改革遂行のための資産を蓄え、農業の発展も可能にし、第二に貴族たちを政治の場から徐々に締め出して、資本家や実業家に交代させていくことによって、政治、 経済の両面から近代化を進めることが可能になると期待された。ウィッテは工業化と金融改革がその必要条件となり、後発資本性国家のロシアも世界不益の法則に従って、英物などのような資本主義へと移行していくべきであるという考え方に立っていた。それに対し、シピアー銀の公認内省であるヤチェスラフ・プレイベは自ら ロシア原則の断固たる擁護者として行動することを辞任し、ロシアにはロシア自体の個別の歴史とそれに由来する特別な体制があると主張して、未熟な若者や学生、あるいは革命家たちの圧力による急激な改革は許されるべきではないとしてウィッテと鋭く対立した。そして、この対立は外交政策をめぐっても繰り返されたのであった。 三国干渉とロキヨシミツ役、ウィッテの極東政策における当初の目標は日本及び中国との貿易の平和的な拡大であり、日本との協力関係も数年の間はかなり良好なものであった。1894年、日本と新国の間で日清戦争が勃発したが、当時のロシアで日本の勝利を予想した者はほとんどいなかった。しかし、日本は 戦闘において連戦連勝で1895年の日清講和交渉の場でも日本側が両党半島の活動を要求し4月17日に調印された下関条約でも日本への活動が定められた。これはロシアにとって意外な展開であった。ここでロシアとしては新国の弱さに着目してロシアにとって 不可欠な不登校を、まずは獲得するという道もあり得たし、日本の強さに着目して、日本の両党半島獲得を、まずは何とかして阻止するという選択もあった。還元すれば、近い将来における極東でのパートナーを日本とするか、中国とするかという選択の問題でもあった。ウィッテは1895年3月の特別会議で、従来の日本接近論を放棄し、 ひとたび日本の両党半島獲得を認めれば、ここが満州やモンゴルへの日本の膨張の足がかりとなって、やがてロシアの極東支配を脅かす力になるで、あろうと唱えた。ここでもし日本の両党半島放棄が実現されれば、その憂いはなくなるし、新国からも感謝されるであろう。とりわけ、ロキヨシ国境近くを通る鉄道建設にとっては、極めて好都合であると主張した。 神帝ニコライ二世は、どちらかといえば不登校獲得を優先し、日本との友好関係を維持すべきとの見解に傾いていたが、ウィッテの意見を抑える力は、まだなかった。大冠式でのニコライ二世とアレクサンドラ皇后、マリア皇太后1898年のラウリズ、ドゥクセンによる作品結局、ウィッテの意見が通り、外相アレクセイ・ロバのフロストフスキーが、 フランスドイツに呼びかけて三国干渉を主導した。これは東アジアにおける提携先として日本ではなく新国を選んだことでもあるが日本国民からは強い憤りを買った反面、新国からは感謝され実際にその見返りがもたらされた。同年6月、ウィッテは新国領を横断してウラジオストクまで通じる鉄道の建設権を獲得しようと目論み、 新国が日本への賠償金支払いのための借款をパリの銀行から得るのに際し、ロシアが利子元本消却の保証を与える協定を結んだ。そして、1895年末にはそこから発展して、資本金600万ルーブルのロキヨシ銀行を設立し、さらに翌1896年には、ニコライ2世の戴冠式のために、ロシアを訪れた利口省との間に、 と清水役を結ばせ、深刻に統制鉄道不設権を認めさせることに成功した。この時、李交省には莫大な賄賂が送られたと言われている。統制鉄道は満州を横切って、ウラジオストクに至る路線で、ヨーロッパ・ロシアと沿海州を結ぶ鉄道の距離が大幅に短縮されるだけでなく、アムール川沿いの工事が技術的に困難とされた当時にあっては、 この利権の獲得は鉄道建設を大いに促進する意味合いを有していた。さらにこの時、ウィッテは利口賞を抱き込んで日本を対象とする公衆同盟も結んだ。1896年末、ロキヨシ銀行によって設立された東西鉄道会社には鉄道沿線の土地の管理権と検察権が与えられた。ここで注意しておかなければならないのは 東西鉄道のゲージ幅がシベリア鉄道と同じ5フィートの後期だったことで、これによりシベリア鉄道を走ってきた列車は乗り換えや台車の交換をする必要もなく満州を横断することが可能になったことである。ウィッテはできるだけ軍事的手段を用いることなく満州に経済進出しようとする考えであったが、これは決して他国を刺激しないわけではなかった。ウィッテ自身は これ以上の権益拡張を望んでいなかった。しかし、ウィッテにとって計算外だったのは、ロシア帝国が満州において、さらに権益を拡大させたいという欲求を抑えきれなくなっていたことである。冬の4ヶ月間、決票してしまうウラジオストク港は、軍事関係者の間ではすこぶる評判が悪かった。満州に入ったロシア勢力の視線が、次に不登校である旅順へと向かうのは、 ある意味、当然のことだったのである。1897年、ドイツが深刻に、公衆案の咀嚼を要求すると新しく、外務大臣となったミハイル・ニコライビッチ・ムラビオフは、ロシアの旅順占領を提案した。ウィッテ博海早期によれば、ウィッテは10月の午前会議で以下のように主張したという。我が帝国は三国干渉で、中国の領土保全を主張して、 日本に両党半島を放棄させたが、旅順と大連はその中に含まれている。その際、ロシアは中国の領土を占領しようとする日本の一切の目論みに対して中国を防衛する義務を追う秘密防衛同盟を中国と結んでいる。そういう約束をしておきながら日本と似たような占領をすることは言語道断な悪辣な手段である。 中国ばかりでなく日本との関係を悪化させる。ウィッテはこのように述べて、新国の現状維持を図り、ロキヨシの友好関係を維持することがロシアにとって最善だと説いた。同席した海軍帝督も、旅順口は海軍基地としては立地上の問題があることを指摘したが、皇帝は村ビオフ外相の意見を採用し、結局、新国に対しては1898年に、 両順、大連咀嚼に関するロキヨシ条約を結ばせて、両党半島を咀嚼した。村ヨフは、ニコライ二世が、東方進出に意欲的であるばかりでなく、皇帝が常に自信満々に振る舞うウィッテに反感を感じていることを見て取り、両順獲得を進言したと言われている。この時ウィッテは皇帝に、増殖辞任を申し出たが、ニコライ二世はそれを認めなかった。いずれにせよ、 このことにより、日本国民の大露不信感が一層増大したのみならず、三国干渉以来築かれてきたロシアと新国の友好関係もまた急速に冷え込んだのであった。一方、英ロ両国は北京と方天を結ぶイギリス資本の軽捧ぐ鉄道の借款問題をめぐって対立し、最終的には1899年4月にイギリスの長高流域、 ロシアの頂上異国での鉄道敷設権をそれぞれ原則的に認め合う英イロ鉄道協定を結んで妥協したが、ウィッテはこの協定にはあくまでも反対の姿勢を貫いた。バンコク平和会議ハーグで開かれた第1回バンコク平和会議1899年、デンハーグで開かれたバンコク平和会議は戦時国際法における諸問題を取り扱い、戦争放棄を確定し、 また、軍備制限や紛争の平和的解決を論議の対象としたことによって戦争と平和の問題を人々に考えさせる契機となった。この会議は欧米の理想主義的な平和主義者を引きつけて結果としては平和運動に一つの方向性を与えたとも言われている。この会議を主張したのはニコライ2世であったが、実のところ、 皇帝自身も、ミハイル・ムラビオフ外相も決して平和主義者ではなく、理想主義とも無縁であった。また、平和のために国際会議を開くという発想も彼らのものではなく、実は、ウィッテの発想によるものであった。ウィッテは、後発資本主義国として、国家財政の厳しいロシア帝国が、ヨーロッパ正面ばかりではなく、極東での軍備競争にも打ち勝っていかなければならない。 情勢にあって、一定期間どの国も、軍備増強に走らないような仕組みを考え、さらに、これによりロシアは、相手国の理想主義者や平和主義者を味方にすることが、できると考えたのであった。極東での紛争、ウィッテ博海早期によれば、1900年、新国で、ワダ団の乱が起こった時、アレクセイ・クロパトキン陸軍大臣は、その知らせを聞くや膝を叩いて喜んだという。 しかしウィッテはこれを憂慮し、ロシアが武力行使に及ばないよう皇帝に進言したものの、皇帝はまたもウィッテの意見を取り上げず、軍部の意見を採用した。帝政ロシアは結局7月3日、国旅行に望むロシア領ブラゴベシチェンスクにおける警備な発砲事件を口実に戦闘を開始した。ロシア軍は8月3日にハルビンを制圧したのを皮切りに10月2日には、 公店を制圧し、ほぼ満州全土を占領した。この間、村ビオフ外相が死去し、新任の外相には、ウラジーミル・ラムスドルフが就任した。ウィッテは、ロシアにあっては、満州をあからさまに領有することよりも、鉄道敷設によって、経済的利益を上げようとする勢力を代表していた。 彼は現地で続くロキヨシ間の交渉に割り込んで、ロシア部隊を鉄道警備の目的で残留させるという条件をつけるのに成功した。日本国内では、今後ロシアに対して、どのような行動をとったらよいか、真剣な討論が交わされ、維新世代の伊藤博文や井上るが、日露協商論に立っていたのに対し、第二世代の勝ツ太郎や小村寿太郎らは、 日英同盟論に立っていた。日英提携が模索される中、伊藤は1901年9月、日露提携の可能性を探って、サンクトペテルブルクへ向かった。伊藤は、満館交換交渉を暗黙として、対路交渉を続けたが、ウィッテ以外のロシア側首脳は皆強気な姿勢を保った、ため難航した。伊藤の意見に、ロシアで最も好意的な反応を示したのは、ウィッテであった。 ウィッテはこの時、次のように述べて、伊藤の提案を受け入れるようと言っていた。韓国を放棄すれば、我々は、日本との常なる誤解のもとを取り去り、いつも攻撃で脅かす敵を、同盟国とは言わないまでも、このように苦労して得た土地を再び失わないよう、我々との友好関係を維持しようとする隣国に変えることができよう。ロシアと、目下のところ、 我々にとって海から近寄りがたい日本との間には新しい陸上の国境ができるだろう。この国境から我々は常に日本を脅かし、将来鉄道の建設が十分に完成し、我が国の北中国における影響力が確立した時には状況が許せば再び韓国を支配することすら考えられよう。ウィッテはロシア海軍を最初からあまり当てにしておらず、 仮に日本に韓国を譲ったとしても、ロシアが鉄道を通じて満州での地方固めさえすれば、将来的にロシアに不利になることはないと考えていたのである。しかし、ウィッテの意見は、ロシア上層部には受け入れられず、彼の和解提案が見送られたのと入れ違いに、日英同盟交渉は急速に実現に向かっていった。1902年1月、 日本とイギリスはロシアへの対抗手段として日英同盟を結んだ。その知らせを聞いたウラジーミル・ラムスドルフ外相は少なからず動揺を見せたと言われる。日英同盟に対するロシアの最初の反応は同年3月のフランスとの共同声明であった。それは日英同盟条約に含まれる極東における現状維持と新官両国の独立の保持にロシアもフランスも 賛成の意を表明するというものだった。ロシアとしては、日英同盟の締結を契機として極東に、露仏同盟に敵対的な国際的枠組みが生まれる、ことを強く警戒したのである。ロシアは一方で新国との交渉を進め、同年4月に、満州寒布条約を結んで3段階に分けて、ロシア軍を満州から撤兵させることを約束した。しかし、 第二次撤兵以降の約束は果たされず、そのために日本やイギリスとの関係は極めて悪化した。ウィッテ自身は、新国におけるロシアの利権獲得は鉄道利権に限るべきとする見解を常々表明し、それ以上の領土、権益を求めることには反対してきたが、満州撤退条約の規定そのものが満州政策の挫折と受け止められていた。そして、ウィッテこそ、 ロシア極東政策の推進者であるという認識が、ロシア国内では抜き難く定まっていたため、彼の国内での地位もまた大いに由来なのである。陸軍大臣のクロパトキンはもともと、ロシアの勢力権が保障されるまでは、ロシア軍の満州中流を継続すべきであるという意見であり、その点では、ウィッテやラムスドルフ外相とは対立していた。強硬派による満州撤兵反対論は、 極めて強固であり、ウィッテもラムスドルフも、結局、北満州の占領継続は、やむを得ないという見解に落ち着くほかなかった。一方、ウィッテ、ラムスドルフ、クロパトキンの三大人は日本を刺激しなければ、戦争は回避できるという考えでは一致していた。この時ウィッテが最優先と考えたのは、ン庫解放を唱えて、ロシアの満州戦友を厳しく批判するアメリカが、 日英同盟の陣営に加わらないことであった。なお、ウィッテは19夏、1902年月サンクトペテルブルクを訪問した元老の松方、正義と会談しており、日露関係改善について協議している。クロパトキンも日本軍との対決は、極力避けるべきという考えに立つようになり、1903年の法日時には、勝ツ太郎首相らと会談した。 増殖会にウィッテは、ロシア国内に基金が広がっていることもあって、日本との戦争には強く反対した。クロパトキンもまた、他のロシアの武漢たちが、日本の軍事力を過小評価する中、1903年には、従来の認識を改め、日本軍は強力であり、攻撃に踏み切る可能性もあると考えるようになっており、南満州地域の放棄さえ主張するようになっていた。しかし、 ウィッテの政敵であったビャチェスラフ・プレーベ内相や強硬派のアレクサンドル・ベゾブラーゾフ元このシカ官らはむしろ日本との戦争を望んだ。日本との戦争を避けるために慎重な極東政策を支持していたウィッテやラムスドルフらの発言権は弱まり極東における軍備増強を唱えるベゾブラーゾフを中心とするベゾブラーゾフの徒党が皇帝ニコライ・にせいの信任を得て 勢力を拡大させた。ベゾブラーオフは極東ロシアの軍備増強を強く主張したが、クロパトキンはこれには反対の立場を取った。プレーベはこの時ベゾブラーオフに接近したが、それはウィッテオヨト氏のためには彼が必要だったからと言われている。内政面ではウィッテは農村の経済問題をめぐって、プレーベ内省との深刻な対立関係にあった。 ウィッテ博会総期によれば、彼はゼムストボ代表の報告を内務省批判へ向けようとした。土地制度改革に関わる政治的対立の中で、プレーベは彼の見解をユダヤフリーメイソンの一部による陰謀だとして非難した。バシーリー・グルコによれば、ウィッテは優柔不断な皇帝をいまだ支配していたのであり、ウィッテの反対者たちは今こそ彼を取り除く皇旗で、 あると見定めたのであった。ベゾブラーオフもまた、ウィッテの運営する鉄道のサービスのひどさを、こきおろしたり、彼がユダヤに近いこと、出世するのはユダヤ人とポーランド人ばかりだということ、彼の闇取引による蓄財、また、最初の妻への仕打ちなど、様々な誹謗中傷を展開した。名ウラジミル・ラムスドルフ年月、皇帝ニコライ世の宣により、 ウィッテ増省、ラムスドルフ外相及び、クロパト筋肉省の預かり知らぬところで、旅順に極東総督府が設置され、ベゾブラーゾフ一派のエブゲーニー、アレクセイエフ関東集中留軍司令官が極東総督に任じられ、同月16日、ウィッテは増省を解任された。ニコライ2世は、日本との妥協を拒否する新法人を携え、こもっていた修道院から姿を現し、 これより世が統治するとの言葉を日記に残した。ベゾブラーゾフが朝鮮半島で通商面で構成をかけようとしていることを皇帝は称えた。ウィッテには大臣委員会議長への転出が命じられ、1905年10月までその職にあった。一見昇進のようにも見える、この人事はしかし内閣制度が確立していない当時のロシアにあっては、 権限の少ない感触への左遷であり、ウィッテの政治的失脚に他ならなかった。ウィッテの増殖解任が性的の圧力下で行われたことであることは確かなことであるが、しかし歴史家のニコラス・バレンタイン・リアサノフスキーとロバート、ケイマッシーはロシアの対韓国政策についてウィッテが反対したことが失脚につながったとみている。ウィッテの失脚は 伊藤博文や松方正義といった日本国内の対路協調派に大きな衝撃を与えた。伊藤や松方はウィッテを日本の立場を理解する人物とみなしており、彼らもウィッテとならば朝鮮、満州をめぐる日露間の利害対立も平和的に調整可能と考えていた。その彼の突然の失脚は、 日本政府内の対ロ強硬派を勢いづかせる結果となる一方、以後のロシアの極東進出が軍事力に依拠したものとなるであろうことを示していた。ニコライ二世自身は日本との戦争を必ずしも望んでいるわけではなかったが、その無定検査によりロシアの極東政策は混乱の度を深めた。1903年10月8日は、本来は、 満州寒布条約で規定された第三次撤兵の期限であったが、ロシアはそれを無視して、法天上を占領している。中日ロシア公使、ロマン・ローゼンと外務大臣、小村寿太郎との交渉も不調に終わり、日本では1904年1月16日の午前会議で改選方針が決定された。ロシア側は2月8日の午前会議で、 ラムスドルフ外相が戦争を避けるために、あらゆる措置を講ずるべきであると説いたのに対し、アレクセイ・アレクサンドロビッチ大公とクロパトキン陸将は、満州への戦争拡大を避けるために、半ンより北方への日本軍の上陸を認めては、ならないと主張した。この中で、アレクセイ大公は、日本海軍の出動はないだろうと考えていたのに、対し、クロパトキンは、日本陸軍が、 朝鮮半島に上陸するのに先立って海軍が出動し極東のロシア艦隊を攻撃するであろうとの予想を立てた。日本軍が新川と旅順郊外でロシア太平洋艦隊に先制攻撃を開始したのはまさにロシアで午前会議が開かれていた2月8日当日のことであった。戦争と革命、地の日曜日事件、イワン・ウラジミーロフの作品日露戦争は ロシア国内にあっては、極めて不人気な戦争であった。1904年7月28日、保守派のプレーベ内相は、サンクトペテルブルクで馬車者ともに爆殺された。こうした中、を言っては、増大する市民の不安に対処するため、政府の意思決定のプロセスに参加することを再び、許された。激化する対立に直面した新しい内相、ピョートル・スブヤトポル・クミルスキー公爵は、 ウィッテと協議し、皇帝ニコライはこれを受けて、同年12月25日、極めて漠然とした約束ではあったが改革の浮かせを発した。ところが、1905年1月22日、サンクトペテルブルクで起こった地の日曜日事件によって、ロシア社会は大きな衝撃を受け、これにより大混乱がもたらされた。特に、 それまで皇帝先生主義を支えてきたロシア民衆の中のツァーリ信仰は大きなダメージを受けた。ウィッテは西岸デモの指導者であったゲオルギーガポン、神父に500ルーブルの金銭を与えてロシアから出国させた。しかし、この事件に対する抗議のストライキはロシアの主要都市において波状的に繰り返され、その中では先生打倒の政治要求も掲げられたのである。 ウィッテは人々の要求に応えたマニフェストを政府が発するよう解いている。その改革の狙いはウィッテの指導力の下でゼムストボや地方議会の代表から選任された委員会によってまた保守派であるはずのイワン・ゴレムイキンによってもより詳細に語られた。3月3日、皇帝は革命形を非難する声明を発した。ロシア政府は 法令の遵守を訴え、これ以上の先動を固く禁止することを表明する文章を発行した。この年の春までに新しい政治システムがロシアで形成され始めていた。一方、日本との戦争を終結させる西岸運動が2月から7月まで相次いでいる。しかしながら反政府運動の急進化、過激化も一方では進行しており、5月には 最初のソビエトが成立し、6月には戦艦ポチョムキンの反乱が起こった。6月以降はまた農民創造やストライキが頻発した。ポーツマス条約の全権に1905年5月の日本海海戦により日露戦争での日本の優位が決定的になると、ウィッテは1905年7月、講和のためアメリカのポーツマスにロシア側の主席全権として赴き、 交渉に当たることとなった。候補としては、中仏大使のアレクサンドル・ネリードフを、主席全権とする案が有力だったが、本人から一心上の都合により断られた。その後、中日公使の経験を持つデンマーク駐在隊、イズボリスキーは、ウィッテの名を挙げて、ラムスドリフ外相に検索したと言われる。失脚していたウィッテが、主席全権に選ばれたのは、日本が、 伊藤博文を全権として任命することをロシア側が期待したためでもあった。講和会議の自席全権を務めた中米大使のロマンローゼンは、ニコライ2世から疎まれていたウィッテが主席全権と決まったとき、これを歓迎し、彼ウィッテは本国政府の思惑をはばかったり、迎合する根性からロシアの真の利益を犠牲にするような男ではない。彼は、現下ロシアで、 意見を持つただ一人の人物である。と述べたと言われている。ポーツマスでの講和交渉に臨む、日露代表団、テーブル向こう側左から殺す問エズ、ナボコフ、セルゲイウィッテ、ローゼン、ブランソン、手前左から、アダチボン一郎、落合健太郎小村寿太郎、高平小五郎、佐藤愛馬マウィッテは皇帝より、寸分の領土の割譲も一戦の賠償金の、 支払いも認めてはならないという訓令を受けており、また、何が何でも講和を目指すべきではないとも指示されていた。そのためウィッテは、ポーツマス到着以来まるで戦勝国の代表のように、振る舞い、ロシアは、必ずしも講和を欲しておらず、いつでも戦争を続ける準備があるという姿勢を、崩さなかった。ウィッテは、大阪毎日新聞特派員に対し、露国は、なお依然強情たるを失わず、 しかして日本は、従来信ぜられたるほどに優勢と言うべからず、平和談判について六国は現時においては未だ、屈辱的条件を承認するあたわずと述べた。交渉では、ウィッテは、タフ、ネゴシエーターとして見事な外交手腕を発揮し、勝者のはずの日本が、実はすでに戦争の継続が不可能なほど疲弊している、ことを見抜いて、日本側を翻弄し、損失を、 最小限に止めることに成功している。ウィッテは、領土や賠償金は完敗した国が支払うべきもので、あり、ロシアは、余力があるのだから支払う必要はないと、小村が日本側の要求を突っぱねたのである。ロシアの財政事情を実質していたウィッテは、財政立て直しのことを考えると、これ以上戦争を継続することは、軍事的には、可能でても、財政上も、 国内情勢の上でも継戦は困難であり、避けるべきとの考えに立っていた。従って、可能な限り有利な条件での合意を目指したが、一方で、ロシア国内では、主戦論が再び持ち上がっていることに対しても留意しなければならなかった。ウィッテは、開戦に至る過程でも、皇帝周辺の冒険主義的な外交政策に批判的だったので、 日本との講和交渉をまとめることについては、心理的抵抗感がなかったと見られる。ある意味では、ウィッテを全権に選んだ時点で、ロシアは暗黙のうちに一定の妥協を行うことは折り込み済みだったのである。ウィッテは、欧米金融資本の期待感と、アメリカ合衆国の世論をうまく、味方につけ、自国に有利な講和条件を獲得した。彼の回想録には、以下のような記載がある。 ロシアが革命の危機を切り抜け、ロマノフ王朝を暗古な位置に、お国はどうしても二つの問題を解決する必要がある。一つは数年間資金の逼迫を来さないだけの外債を成立させること、もう一つは速やかに軍隊の大部をザバイカルからヨーロッパ・ロシアに帰還させることである、というのが当時私の崩壊していた意見であった。日露両国は結局、 1905年8月、ロシアが、カラフト南部、ウィッテはまた、東西鉄道南満州支線を譲渡する意向を示したが、譲渡範囲はあくまでも、日本の野戦鉄道ひさぎり部が、ゲージの縮小を完了した区間のみとし、両島半島からハルビンまでの譲渡を求める日本側と対立した。結局、これも、ウィッテの言い分が通って、日本軍が実効支配する長春。 旅順艦が日本に引き渡された。ウィッテ本人はまた、カラフト全島を日本に譲渡する代わりに、賞金を支払わない形で講和を結ぶことを望んでいた。そして、日露戦争でロシア財政が破綻しつつあり、ロマノフ長が革命の波を乗り越えていくためにこそ、新たに外債を得る必要があると考え、そのためには賠償なしの講和を、 どうしても実現させなければならないと考えていた。彼は、本国政府に、カラフトも賠償金も両方とも拒否して、戦争を継続するというのでは、欧米の世論はロシアに不利になってしまうと説得しているが、それが無賠償講話のためならば、カラフトを日本に割上してもよく、欧米金融資本の関心の薄いカラフトに固執すべきではないという考えからだった。合意成立後、 会見に現れたウィッテは勝ったと叫んだが合意内容をウィッテから聞いたニコライニ世イはその日の日記に終日頭がクラクラしたと書き記しているしかし皇帝もまた数日して周囲の反応を伺い合意内容を了承したというこの外交的成功の後ウィッテは皇帝に手紙を書きその中でロシアの政治改革の必要性が緊急なものである ことを強調した。彼は、スブヤトポルクミルスキーの公認内相である、アレクサンドル・ブルイギンの提案には、不満を持っていた。レ歴8月6日の証書では、会員は、諮問機関としての役割しか持たなかった。そして、議員は直接選挙ではなく4段階で行われ、選挙権に階級、財産による制限を設けていたため、 知識人や労働者階級の多くが排除されていた。ウィッテはまた、都米に先立って、フランスやアメリカの金融資本家の意向を正しており、同盟国フランスからは、講和後の外債なら応じても良いとの返答を得ていた。ウィッテは、ポーツマスからの帰路、フランスに立ち寄って、借款を取り決めるという離れ技を行ってみせた。そのため彼は、ロシア第一革命と、 対日敗戦の苦境を金貨で救ったと評される。こうして100万を越すと言われたロシアの軍隊は極東の地からヨーロッパへと移された。9月末、ウィッテはサンクトペテルブルクに帰還し、その翌日にフィンランド湾に面した保養地で休養中だった皇帝一家の元に出向いてニコライ2世と会見した。 皇帝は、ウィッテのポーツマスでの交渉を称えて、白尺の称号を授けた。しかし、人々はウィッテに対し、反サハリン白尺という皮肉なあだ名をつけたという。平和の到来は、ロシアの民衆にとっては喜ばしいことのはずであったが、講和条約成立に反対した右派の中には日本への南サハリン割情は、ウィッテの失策に他ならないとして、彼を責める者も,もあった。 スロボ神は、ロシアをこれほど貶めた体制に対する不滅の、憤りを誓う記事を掲げ、宮廷人の中にはウィッテは和平に失敗したと断じ、彼には、ユダヤ人の血が流れているとほのめかすものがあることを、報じた。なお、ロシア帰還後、ニコライ2世が、ウィッテラには、内緒で7月に、ドイツ皇帝ビルヘルム2世との間で、ビョルケ密約を結んでいたことを知った。彼は、 ラムスドルフ外相と協力してドイツとの同盟が発行しないよう図った。この密約はヨーロッパの一国からドイツ、ロシアのいずれかが攻撃を受けた場合他の一国は陸海軍の全力を挙げてヨーロッパで援助を行い講和も共同で行うというものでありウィッテとラムスドルフはこの密約が露仏同盟の条項に違反していることを指摘したのである。この件については もし皇帝がウィッテとラムスドルフの議論を聞き入れなかったらヨーロッパ史全体そして世界史全体が異なったものになったかもしれないという議論がある。10月少々ポーツマスより帰ったウィッテは6月以降各地で起こった農民騒状やストライキことにモスクワに始まったストライキは10月にはゼネストに発展するなど不穏な情勢にある中 革命に揺れるロシア国内を収集すべく行動した。労働者のストライキについては、ブルジョアジーや知識人もこれを支持しており、彼らに共通した政治的要求は、憲法制定会議の招集、さらには国会の開設というものであった。この間、暴動を鎮圧するために、帝国軍が出動したのは、およそ2000件に及んだ。しかし、皇帝は、この件については、無反応。 無感覚で、愛息アレクセイをはじめ、家庭のことにかまけており、この年の秋、ほぼ毎日狩りをして過ごした。ウィッテは、ロシア国家が、革命による大変動の瀬戸際にあることを皇帝に悟した。10月ゼネストでは、サーリは尻溶けのスローガンが各地で叫ばれたが、これは皇帝の大臣と先制君主制の打倒とが、ロシアで公然と唱えられた、最初の事例である。 1905年10月17日、イリア・レイピンの作品工程ニコライと区別して、背の高いニコライと呼ばれたニコライ・ニコライビチ10月、実極打開の対応を上層する機会を得たウィッテは、ゼネストなど、現下の大混乱の下では、一つには、改革を断行すること、さもなくば、軍人に独裁権を与えて革命に徹底的な弾圧を加えること、 そのいずれしかないとニコライ二世に二者択一を迫った。後者は実際にロシア国内の極右勢力が主張していた見解そのものであったが、ウィッテ自身は個人的には前者を良しと判断していた。ウィッテがこうした思い切った行動に出たのは複数の政府交換に同調者がいたためであり、中にはウィッテ自身に改革のための出馬を要請した人物もあった。 皇帝は、ウィッテの進言に対しては、必ずしも態度を明らかにせず、ウィッテ本人を大臣会議議長に任命したい希望を、述べ、事態の収拾を図ろうとした。軍事独裁に関しては、皇帝の、ジオジにあたるニコライ・ニコライエビチ大公が唯一と言って、良い独裁者候補であったが、ニコライ・ニコライエビチ大公は、革命の動乱を軍事的に鎮圧するには、現状では、 兵力不足であると明言し、候補から降りた。ウィッテは、自身の政治方針が認められるのであれば、首相に就任することもやぶさかではないとして、事前に、ウィッテ案を審議するための午前会議を開いてほしいと、要請した。その結果、午前会議では、ウィッテの改革案が採択された。しかし、ニコライ2世はこれを採下せず、当日の夜になって、 保守政治家のイワン・ゴレム・イキンとアレクサンドル・ブドベルクに相談し、両名は若干の修正を加えるよう進言した。それを聞いたウィッテは、無修正での承認でなければ、首相就任を引き受けないと言明した。提出にあって独裁者候補と一時は目された、ニコライ・ニコライエビチ大公もまた、ウィッテ案に賛成し、これに署名しなければ自ら死を選ぶとまで述べて、 ニコライ2世に署名を促した。母のマリア皇太后も、また皇帝に情報を促した。結局、ニコライ2世は、ウィッテの提唱する改革路線に従うほかなかった。ウィッテの改革案は、民主的な選挙権の行使を通じて選ばれた、立法議会の創設、市民的自由の付与、内閣政府の創設と、憲法秩序の形成という内容であった。 自由主義改革の政治プログラムを基本に含むこれらの要求は一面では自由主義者をなだめることによって政治的左翼を孤立させようとする試みでもあった。ウィッテは弾圧は一時的な解決方法に過ぎず危険なものであることを強調した。というのも彼は軍隊の中精神そのものが今まさに問われているのであり、その軍隊が大衆に向けて使用されたとき、 すべてが崩壊する事態さえあり得ると確信していたからであった。皇帝の軍事顧問もほとんどはウィッテに同意し、サンクトペテルブルク総督のアレクサンドル・トレポフも宮廷においてかなりの影響力を行使した。ところがプライドの高い皇帝は元鉄道書記官で実業家出身の官僚によって先制的な統治を放棄するよう強いられたことを地辱に感じていた。 ウィッテ自身が後に語っているところによると、こうした皇帝周辺の動向は、ニコライ二世の宮廷が一時的な情報として、改革案を受け入れたに過ぎず、革命騒ぎが収まれば、再び、独裁に戻る兆しだと見ていた。アレクセイ、ディ・オボレンスキー公を同月、ウィッテとアレクセイ・ドミトリエビチ・オボレンスキーは、10月少書を起草し、その中で国会の解説、 立憲君主制の導入、市民的自由などが宣言された。10月30日、証書は皇帝の名で発せられ、人心の不可侵、また、ロシア史上初めて良心、言論、集会、結社の自由が宣言された。予定されていたドゥーマの選挙については、多くの国民が参加できるようこれを改め、その性格も、アレクサンドル・ブルイギン内相の案のような、諮問機関ではなく、 立法機関とするなどの内容であった。その結果、ロシアにはヨーロッパの内閣にあたる統合合議制政府が創設され、最初の議長にはウィッテ本人が任命された。これは事実上の帝政ロシア初代首相であり、彼はその立場で自由主義的諸改革を推し進めたのである。ウィッテはこうして第一次ロシア革命をひとまず収集させたかに見えた。 ウィッテ内閣1905年10月、ウィッテは最初の内閣政府をまとめる任務を課され、彼は自由主義者たちにいくつかの副案を提示した。農業大臣にイワン・シポフ、通商産業大臣にアレクサンドル・グチコフ、司法大臣にアナトリー・コニ、教育大臣にエフゲニー・ニコライヴィチ・トルベツコイという組閣案であり、パーベル・ミジコフや公爵・ゲオルギー・ルボフにも大臣職を用意した。 しかし、彼ら自由主義者はほとんど、ウィッテの政府に加わろうとしなかった。彼は、公衆の信頼を失ったツァーリ公認の官僚によって構成される内閣を組織しなければならなかった。カデットは、皇帝が改革に強固に反対している事実を知り、10月証書に示された約束を果たすことができるかどうかについて、疑念を抱いた。ウィッテは、ツァーリの政権はロシアを、 市民的自由が保障された、法治国家によって基礎づけられた、個人的で公共的なイニシアティブが機能する、近代的産業社会へと変革することによってのみ、革命の脅威から救うことができると主張した。しかし、10月少女交付後も、反対政派は、ツャーリー政府に対し、一層多くの情報を求め、各地の少数民族は自治を、人口の過半を占める農民は土地を要求し、 また、ロシアのほとんどの大都市では、極右勢力によって、ユダヤ人などを標的とした集団的な迫害行為が起こった。こういう状況の中でおいては労働運動や、農民運動、民族運動の鎮圧に強制力を用いたため、今度は、改革勢力の側からも、失望の声が上がったのであった。1905年12月20日から1906年1月1日まで、 続いたモスクワ12月放棄は1905年革命への最後に位置する本格的な人民運動であった。放棄側はモスクワ市外にバリケードを築いてパルチザン戦術を採用し軍隊側と衝突を重ねた。しかし市の中心部を軍に抑えられると労働者たちの多くは出身地の農村に帰り他地区からの支援が途絶えて疲労と孤立の中、放棄側は敗北した。 呂歴12月16日、レオン・トロツキーと残りのサンクト・ペテルブルク・ソビエトの幹部委員が逮捕された。1906年1月には大規模な懲罰隊が派遣された。1906年2月、農業大臣、ニコライ・エクトラーが辞任したが、ウィッテはアレクサンドル・クリボシェインの任命を拒否した。次の数週間、憲法草案に変更と追加が行われ、サーリーが 外交政策の独裁権を持ち、陸海軍の最高司令官であることが確認された。ウィッテにとって、これは政治的敗北であった。大臣は、下院ではなく、ニコライ2世に対してのみ責任を負うこととなった。農民の問題すなわち土地改革問題は、大きな問題であったが、イワン・ゴレムイキニやドミトリー・トレポフの立場からは、怒れる公衆の集うドゥーマの権限は、 制限されれなななければならなかったたたボボルシシェェビビキキももメンシェビキも来たる選挙をボイコットしたウィッテは、ニコライ2世は自ら示した情報を尊重するつもりがないと見極めた。危機を脱した、先制政府では、内務省のペオトル・ドゥルノボや、ドミトリー・トレポフラ秘密警察を握る、反動路線が勢力を盛り返し、あくまで先制政治の維持をもくろむニコライ2世も、ウィッテを意味嫌った。 ウィッテは政府部内の右派からは左寄りと見られ、新設されたドゥーまでも信任が得られなかった。1906年5月5日、トレボフ派の圧力の下、ウィッテはドゥルノボとは意見が合わず、これでは国会を乗り切ることはできないとして、第一国会召集の前に辞職した。翌日、憲法が批准されたが、これは皇帝が先制君主であることを示した近憲法で、 10月証書に示された処方針はほとんど無力化された。選挙ではパーベルミ利コーフ率いるカデットが対象し、さらにカデットを離れた者やなるほどに奇主義的な勤労知識人たちが中心となったトルドビキが票を伸ばした。彼らは身分的には農民であり、ツアーリ政府にとっては与党の極めて乏しい国会となった。皇帝ニコライ2世は、 ウィッテの後継首相に保守派のイワン・ゴレムイキンを指名し、内務大臣には当時サラトフ県知事として強権を振るい、後に首相となって改革を行うこととなるピオトルストルイピンが抜擢された。死の床にあるウィッテウィッテ白の孫、LK ナルイシュキン、バレンティン・セルオフの作品首相辞任後のウィッテには政治的権能が与えられなかったが、その死に至るまで直線の上院議員と、 財政委員会議長の役職を与えられ、ロシア財政について意見を求められることもあった。しかし、皇帝ニコライ2世は彼を嫌い続けた。1907年1月には彼の家に爆弾が吸い付けられていたのが発見されている。研究者のパーベル・アレクサンドロビチ・アレクサンドロフは、後にこの事件には、オフラーナが関与していることを証明した。爆弾設置事件の後、ウィッテは、 冬の間、フランス南西部のビアリッツに移り、そこで回送録を書き始めた。1908年には、サンクトペテルブルクに戻っている。1908年、中英大使だった小村寿太郎が、第二次、桂内閣の外務大臣に就任するため、ロンドンを離れることとなったが、小村は途中で、サンクトペテルブルクを訪れ、ウィッテと再会している。小村はウィッテに、 かつて敵対した日露両国は今や日露協商を結んだ友好国であり、ポーツマス会議のことも振り返れば夢のようであると述べたのに対し、ウィッテは会議当時自分の交渉は大成功ともてはやされ、小村は国民から大きな批判を受けたが、しかし今や評価は逆転していると答えている。小村はウィッテが心血を注いだシベリア鉄道を用いて、 日本に帰国した。ウィッテが回送録を執筆していたことは、ロシアの上流階級の間では周知のことであり、内容については皇帝も大いに関心を払い、何が書かれているか心配していたという。回送録は1912年に完成した。この回送録は彼の死後、1921年に出版されたが、激動のロシア近現代史を語る資料として重要である。 1914年6月、サライエボ事件が起こると、ロシアがこれに巻き込まれることに強く反対し、ロシアが関与した場合は、ヨーロッパ中が大きな災悪に見舞われるであろうと皇帝に進言した。ウィッテは、財政的見地からも参戦には反対したが、ニコライ2世はこれを無視した。結局、ロシアは7月30日に総動員令を発して第1次、世界大戦に参戦した。 ウィッテは、晩年、皇帝一家の信頼厚い期闘像、グリゴリー・ラスプーチンに近づいたという。それから間もなく、セルゲイ・ウィッテは1915年、なお、ウィッテは、死の床にあっても、再び権力の座に帰り咲くことを夢見ていたと、言われている。ニコライ二世は、ウィッテの死の知らせを聞いた後で、皇后アレクサンドラに書き送った手紙には、心の安らぎを覚えると記している。 ウィッテの葬儀は、ペトログラードのアレクサンドルネフスキー大修道院で、執り行われた。しかし、ニコライ二世は自重さえ参列させず、花輪を送ることもしなかった。ウィッテには、子供がいなかった。しかし、彼の妻マチ知ュだが、最初の結婚によって産んだ子を、自分の養子とした。ロシアの歴史家、エドワード・ラジンスキーによれば、ウィッテは孫にあたるレフ・キリロビチ・ナルイシキンに、 白爵の称号が授与されるよう望んだというが、レフのその後の動向については何も知られていない。ウィッテは皇帝アレクサンドル三世と保守思想家、政治家のコンスタンチン・ポベドノスセフを深く尊敬していた。ポベドノスセフはアレクサンドル三世、ニコライ二世領皇帝の不育館で、ロシア政教政務会委員長官を務めた有力者であった。 彼らの影響を受けたウィッテは、記述の通り保守専制主義者ではあったが、しかし、その一方を、現状維持に肯定するのではなく、新しい時代の趨勢や風潮に譲歩することも視野に、入れて行動するタイプの保守主義者であった。また、彼の中には、現実的、科学的な合理主義とともに、ロシア的な愛国主義も同居していた。しかし、こういったことはなかなか同時代の保守政治家からは、 理解されず、ニコライ2世からも忌避された。鉄道会社畑から政界に登用され、増将さらに首相と、ロシア政界に重きをなした経歴は、ロシアにあっては異色である。彼は、ツァーリ先生のままであっても、鉄道建設による工業化によって、ロシアを強大な国家に変容させることは、可能と考えており、また、それを自身の使命であるとも考えていた。 アメリカの歴史学者、ウォルター・マクドゥガルは、彼を、ハンティントンやホプキンズ、クロッカー、スタンフォードを一つにしたような人物と形容している。歴史家による評価は高い。冒頭に掲げたファインジズによる評価のほか、石井のりえは、ロシアを一躍工業国へと転化させた功労者であり、300年のロマノフ王朝の歴史で最も制裁を放ち、強力な個性を持った。 有能な官僚と評している。土井久志野もまた、ウィッテは、ピョートル・ストルイピンと並んで、ロシアの危機を救うべく登場した、有能さにおいて結出した政治家であったと評価している。土井は、停戦末期のロシアが外観ではあったかも、ザーリの申請によって、一切が取り仕切られているかのような体裁が取られていたのは、実は、ウィッテとストルイピンのおかげであったと指摘している。そして、 ニコライ2世は帝国を自らが個人的に統治しており、かつ今後も統治し続けることができるという致命的な思い違いと虚栄心を捨てきれず、ロシア帝国を新時代にふさわしい大国に作り変えようというウィッテの考えを理解しなかったのではないかとしている。なお、増殖時代のウィッテは巨大な権限を行使したが、これは周囲から嫉妬され、自身にも 傲慢さをもたらした可能性がある。閣僚の一人であったヒルコフは、ウィッテは我々全員を見下していると述べている。セルゲー・ウィッテの墓。八段十字架が用いられている。ウィッテの生前の住居は、サンクトペテルブルク地下鉄のホーリコフスカヤ駅のすぐ近く、仮面のストロフスキー大通りに所在し、ソビエト連邦成立後は、音楽専門中学として利用されてきた。 ウィッテの墓所は、サンクトペテルブルクのアレクサンドルネフスキー、大修道院の中にあり、文豪ヒョードルドストエフスキーや作曲家、ピョートルチャイコフスキーの墓地の向かい側に位置している。その他、経済や鉄道に関する著作論文がある。ウィッテの生前、アメリカのある出版社が彼に回想録の出版権の代金として100万ドルを提示したこともあったと言われるが、 ウィッテはこれを拒否している。また、彼は、自分の改装録の原稿が、自らの死後、帝国政府によって奪われることを恐れ、妻のマチルダに命じて、マチルダ名義で外国の銀行に預け入れさせ、さらに死の直前には、他人名義で、バイオンヌの銀行に保管した。1917年に、ロシア革命が起こった後、西ヨーロッパに亡命したマチルダは、1921年、 回想録を公表した。最初、英語訳が、続いてロシア語版が刊行された。現在、回想録のオリジナル原稿は、アメリカ合衆国のコロンビア大学ロシア、東欧史文化、文書館のバーフメーチェフアーカイブに保管されている。日本の探偵作家である、平林初之助は、ウィッテ博解想機を、個々の事件だけでも、たっぷり大抵の探偵小説くらいの面白さはあると、 表している。叙勲については、上記の通り、日本からも、極実賞が授与されている。なお、リャザン、クラスのダール、212イノブゴロドにキャンパスを持つ、モスクワセルゲイウィッテ大学は、彼の名声にちなんで命名された。ありがとうございます。